えなり放浪記。鳥といえば、スズメ、ハト、カラスくらいしか知らなかったえなりだけど、アルーシャに住んだことをきっかけに、野鳥に興味を持ったよ。東アフリカの鳥は、約1400種類いるんだ。えなりは2年で190種類見たんだよ。アルーシャの暮らしは、ほとんど家で一人ぼっちだから。庭に来る鳥たちが、心の友だったんだ。今回は、庭に来る常連さんたちを、紹介するねー。
野鳥を身近に感じられる生活って、楽しいなぁ。庭の中の、小さな世界だけど、絶妙なバランスで、成り立ってるのかもしれないねぇ。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。